初対面の人と話題がないっていうやついるけどそれも理屈としておかしいのよロッククで傷んだ文筆家、マルチリリエイター、ボーボカリストのダビデが本質を語りますよくあの初対面の人と話しづらいとかってよく言う人いるんだけどあれは理屈上ではおかしい話なんですよでどうしたかっていうと初対面の人の方が互いにこう知らないわけだから話題が豊富なはずなのよだって例えばさ自分の知ってる長い付き合いの友達と話す時と全く知らない人と話す時だったらまず 話題の量がどっちが多いかって言ったら全く知らない人の方が多いわけですよ、ね。どこの誰で何をして何を考えてるかっていうもし友達だったらある程度その時点で分かってるけどまあそのその段階からスタートなんですよ。ね、まずその相手がどういう人かを知るという段階そのものから始まるんでその時点がまず話題になるわけですよね,ね。もし自分と共通点が見つかればそこから話が膨らむし。 もし自分とまた共通点がなければ、その初めて知る話を教えてもらえるわけじゃないですか、ね、そこからまたその共通点が見つかったりとか、さらに疑問点が出てって、どんどん話が深まっていくんですねまあ確かにその自分と相手の相性とか、まあ、自分のコミュニケーション能力、相手のコミュニケーション能力の、ね、高さ、低さによってまあ盛り上がらないことはあるかもしれないよ。だけど、まあ 話題がななないいいっっててうここととはんですよしかもさ雑談でしょ雑談の中で何とでもできるやんってことなんですよ。なんか人に商品を勧めて買ってもらったりとかさ、ナンパをしてその日にホテルに一緒に行くとかさ、そういう目的があればさ、目的を達するための会話は確かに難しいかもしれないけどさ、雑談なんてさ、思いつきやん。例えば飲み屋さんとかで隣になった人とか、どっかどっかでなんかバスとかなんかで隣になった人とかって、話盛り上がるじゃん。それは初対面だとお互い何も知らないから。知らないから結構盛り上がるというか。 話が豊富だだし新鮮だっていうもちろん友達との共通の話題っていうのもあるけれどもだからそれが初対面の人だから話題がないとか話せないっていうのは理屈としてやっぱおかしい初対面だからどこまで突っ込んでいいかわかんないとかこれを聞いていいかわかんないとかっていう判断があるから話しづらいっていうのもあるかもしれないけど、ま、だ普通に考えたら別に話はできるよね。いや例えば よっぽどそのセンシティブなな話に行かなければさだ友達同士の方が深い話もできるし本音で話せるかもしれないけれど初めて会った人と話せないっていう理屈じゃなんないよねだっていろんな抱負が話題にあるし逆にしかもお互いこう気を使って話すとこもあるからむしろ話は続くこともあるかもしれないっていう。うん ね、っていうこともそうだから飲み屋さんでね、一人で行っていろんな話をするっていうのは、もしそれでみんなが話題がないんだったら、そういう文化がないわけだしさ、うん、一人でこう飲,み飲み行ってみんなで話するっていうのは楽しいわけじゃないですか、それでは飛行機とか新幹線で隣になった人とかも話したりとかさ、そういうのもさ、まあ、相手の環境とか状況とかさ、あとキャラによってはさ、やっぱりこう話が合わないとか、向こうがあま話す気なかったら、まあいいやってなったりもするけどさ、でもそれは相手の状況であってさ、こっちがあのあの話題がないわけじゃないじゃん。互いに話題はある わけだからさだから本来話互いに話したいのに話題がないっていう状況に落ちること自体がないわけよその理屈的に考えてだからその今回は楽しい楽しくない話じゃないのよまあ自分は知らん人と話すの楽しいし友達と話すのも楽しいし別のそれぞれ違う楽しみもあるって別にそんなに意識してないけど、うん、俺は結構そこらの人とい々話すからねその関係なくだけど、まあ、今回楽しいとか楽しくないとかいう話じゃなくて。 初めての人とは話題がないから喋れないっていう人がね、喋りたいとか喋る必要があるのに喋れないっていう人がいるから、少なからず、それは理屈としておかしいでしょっていう話をしてるんよね。ださっきの友人との会話の話を少し補足するとね。S ってやその仲いいとか同級生の方が、あの時こうだったよねとか、あんなことあったよねとか、あれどうなったのとかっていうことも話しやすいのもあるかもしれないけど、まあ、過去の思い出話とか、共通の友人の話とかっていうのは、所詮、まあ、同じようなことをなぞってるだけなんで、別にさ、 あのそんな量があるわけじゃないです、話題として。だから、同級生とかでも、なんか久しぶりに会うから全然、あの話題がないとか、あとなんか、あんまり仲良くなかったから話題がないとかっていうやついるけど、俺、よくわかんなくて、逆に会ってない期間が長いとか、相手があんま仲良くて知らないことが多い方が、話題は豊富やんっていう、うん、だから仲いいやつの方が楽しいかもしれないし、しょっちゅう会ってるやつの方が、まあ、楽しいかもしれないよね。ただ逆に言ううと仲良くててしょっっちゅう会ってるやつの方がまあ そんなにさ、話題が毎日毎日そんな更新されていくわけじゃないからさ、よっぽどあのアクロバティックな生活してれば別だけど、YOSHIKI さんみたいに毎日、ね、毎日を海外行ったりとかしてる人だったら別かもしんないけどさ、うん、だから別にさ、普通に考えて、むしろ知らん人の方がさ、同級生だろうが、期間が空いたりとか知らん人の方が話題は豊富なわけよ。 でさまあ、そのね、あんま仲良くないとか、そういうあんま話で共通の話題がないっていう人とさ、24時間とか1週間一緒にいろって言ったら、それはきついのかもしれんよ。だけどさ、まあ、ちょせいぜいさ、ね、小人時間、2時間、何時間とか、何十分とか、ね、30分ぐらいとかさ、そういう時間でさ、話す話題がないほど楽しく話せないって、それはもうあかんやん、大人としてっていう、<laughs> 普通にそんな無意識にできると思うんですよ、そのコミュニケーション能力とかじゃなくて。友人だったら じゃあ50のことを自分が知ってると、で、50の部分を知らないと、ね、あの、最近の出来事とか、なったら、50の話題があるんだけど、あの相手が知らない人だったら、その100の話題があるんですよ。相手がどんな人,あの人が知らないし、昨日どこ行ったかもしれないし、これからどこ行くのかもしれないしって、で、何が好きかもしれないし、どんなやつかもしれないってなったら、もう100知らないんですよ。そうなると、純粋に考えて話題100あるわけ。ね、だから、 あの友達の50よりも100の方が多いわけだから、喋ることがないとか、話題がないっていう理屈にはならないわけです、まあ、完全にそれは話術の問題というか、それはもうあの頭の回転とか話術とか、人間性のがの浅いだけの話で、別に初対面の人だから、話せないとか話題がないってことは、完全なる間違いってことなんですよねあの理屈上ではこんなふざけたことをしていますが。 真面目な動画や本の執筆、音楽やアート作品もちゃんと作っております書籍、電子書籍、各 SNS、各種作品、活動の一覧はコメント欄、概要欄から